GWNKAI です。今回は、コント・レオナルド、蒸発女房をお送りします。レオナルド・クマは、このコントについて、次のように語っています。困っちゃった。週刊誌が、蒸発した女房を探してるって言うんだ。探されたって、困っちゃうよ、俺。向こうには向こうの生活があるだろうしな。そのことを今の女に言ったら、彼女、怒ったぜ。冗談じゃないわよ。私の立場はどうなるのよ。おしゃれもしないで、爪のマニキュアも塗らないで、おさんどんしてあげてるのに。これで奥さんに帰ってこられたら、私はどうなるの？もうそうなると、家の中はむちゃくちゃ。10年も前に別れた女房なんて、顔も覚えてやしないよ。けど、それでマスコミが飯を食えるというなら、それにも付き合うさ。お、ストップちゃん。しばらくね。元気だった？女房、お前な何やってんだよ。ジョギングやってんの。ジョギングやってんのは見ればわかるけど。体にいいねよ。体にいいってお前何考えてんだよ。何も考えちゃダメなの。ほら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 、お前10日前うちを出たっけ。何してんだよ。ずっと走ってたわ。お前いい加減にしろよ。お前がジョギングするときいつもいなくなってきたんだよ。そうね。そうねじゃないだ。お前一体何が不服なんだよ。不服っていうわけじゃないけどね、私走るのが好きなのよ。ね、さよなら。さよならじゃない。待てっつって、待ちなさいっつんだよ。お前は待てっつからにはお金くれる。あのな、お前が家出してからっていうものな、俺どんな思いして暮らしてるか知ってんのか。どこ行ったか分かんないし。知るわけないでしょ、私家出してたのに。なんで分かるのよ。どうしてそういう矛盾した言い方するの。そうでしょ。いやだからちょっとゆっくり落ち着いて聞けよな。だ何が悲しくてもそんなにウロウロしなきゃいけないの。ウロウロってあんさ、私だって女性よ。美容ってこと考えたら走らないわけにいかないでしょ。ちょっと痩せすぎたやつだ。でも10日前に打ち出たきりじゃないかお前。え、早いもんね。10日なんて。10日間何してたんだよ。フォークランド行ってたの。いかにしろバカお前は。いけるわけないじゃない、あんた10日ぐらいで。言ってお前、俺の何が気に食わないんだよ。言えないわ、そんなこと。京都行くわな。ちゃんとした理由を聞くまでな、俺お前のそば離れないからな。このままそっと別れましょう。そう、キザなセリフはどうでもいいんだよな。僕の一体亭主としてどこが気に食わないんだよ。亭主じゃないのよ、あんた男として資格がないのよ。どういうことだ。なんであんた男のくせにお勝手入るの。そうでしょ、お勝手ってのは女性の命よ。そこへ入ってごちょごちょ料理されたら、主婦としての私どうなるの。お前な、え、よくそういうことペラペラ言えるな。お前は、私料理学校出てんのよ。お前とな結婚して、お前一回でもな、え、料理作ってくれることあるのか。だって材料がないんだもん、できないでしょ。材料はどこでも売ってるから今便利なんだ。マーケットどこでもあるじゃないか。売ってないのよ、蛇とかカエル売ってないじゃない。理科の実験してるんじゃないんだよ。俺は普通のもんでいいんだよ。卵焼きとか魚とか、え、そうだろ。何もそういうことしてくれないから仕方ないから、俺は腹が減ってついて台所入るんじゃないか。お腹が空いたらあんた出前取ればいいでしょ。どうしてそんなあんた私に当てつけて料理するのよ。電話あるの、出前頼むための電話よ。他に使うための出前頼むための電話。あの電話出前用よ、バカな。じゃあ伺いますけどね、僕は何か。じゃあ3度出前で間に合わすのか。出前の方がうんと合理的。今外食産業の時代じゃない。なんでうちであんた不経済なもの作るのよ。そうでしょ、家庭の味はどうなるんだよ。そんなもん家庭の話でしょ。そうでしょ。本当はあんた表で食べるのがハッピーじゃないの。本当嫌よ私、もう耐えられないわ。もう何を喋ってんだよお前。第一、3度お前出前取ったら経済はどうなんだ。破産しちゃうよバカ。経済はね、私のせいじゃないのよ。じゃあ俺のせいだというのか。あなたに稼ぎがないから経済が詰まるのよ。
3回ぐらい出前取ってあんたが経済困るようになったらね、あんた 何が勤めにいいよ。え、あんたに返してくれないから経済が困るね。お言葉返すけどね。お言葉なんか返さないでいいからお金返して言いたくないわ私。そうでしょ。俺はな、月給だってボーナスだってな、封も切らずにそのままお前に渡してるじゃないか。そうよ、あの給料袋を封切ったらね、中身蒸発しちゃうわよそれぐらい少ないのよ。スズメの涙みたいなね、お金預けられてやってけ。おい私、おい、耐えられないわ。落ち着いて聞いてくれよ。15万の月給ってのはな、世間的に見たね、これは普通なんだよ俺の年で。悪いけどね、15万は給料と言わないのね、給料ってのは16万から給料。いかんしろ。なんで触るのよあんた。え、やっぱりあんた触りまんね。お前な、子供のこと考えたことあんのか。え、子供はいつもお前のこと聞くよ。ママどこ行ったの、お母さんいつ帰ってくるの、それを聞かれたときな、俺は亭主として父親として子供に何て答えてあげればいいんだよバカ。子供のことは言わないんだよ。お前泣いてるの笑ってるのどうするんだよ。はっきりしろお前は。私まだはっきりした演技できなかったから泣いてるつもりだったんだけどね。なあ奥間、その名前だけやめてくれる。なるべく人間らしく呼んで、玲子とかルミとか。私ね、私だって子供に関する感情あるわよ。そうだろう、だったらわかるじゃないか。あんなに私憎いと思ったことないわ。憎い？あんなに子供が腹立つこと、私あんなんだったら子供なんか。子供が憎いとはどういう意味なんだ。だってそうよ、私のお腹にただ3ヶ月3ヶ月どっちだ。10ヶ月いてね、それで出るとき何の挨拶もなしで、ね、当たり前だろバカ。普通だったら敷金や権利金払って。何の話をしてんだお前は。本当に親子であんな冷たいもんだと思わなかった。それがな、え、我が子に対するお前セリフか。まあいい、今日とっぷりな、反省しろ。さあ帰るぞ。いや我が家帰るんだ。我が家、どうしてそういう言うのよあんた。何が嘘だよ、我が家じゃないか。何が我が家よ、あれ借家じゃない。そういうあんた見えっぱりが私嫌いなのよな。ね、女心をつかめないの。ほらあんた、ほら黙れ。ちょっと、借家でもな、アパートでも自分たちが住んでればそれ我が家と言うんだよ。終わったんじゃないわよあんた。人のうち我が家って言ったら詐欺よ。そういう犯罪者と私結婚生活してたと思って恥ずかしいわ。え、犯罪者ってのは前科持ちよ。そうでしょね。だから私ね、こういうね、犯罪者と暮らしちゃいけない。お前どこまで話しやすんだよ。だから私ね、自分でやっていくの。もうね、女としてね、こんなね、男にすがる時代じゃない。女で職業を持たなくちゃいけない。お前に何ができるんだよ。それは私は何もできない。でもね、何かしなくちゃいけない。だからね、もうこうなったらもうスチャーデスでもね、ファッションモデルできるかバカ。お前自分の容姿を変えないで物言えバカ。それはできないわ。こんなに痩せちゃったらできないかもしれない。痩せてないんだよお前は、ね、お前鏡見たことないのかバカ。鏡ないじゃないの、うちには鏡なんかない。お前が買え買えってうるさいから俺は三面鏡にいいの買ってやったじゃないか。だってあの鏡何、あの映り方なんだよ。開けたらいつも化け物が映るじゃん。これお前が映ってんだよ。だからそれはそんなの偏見よあんた。正直な鏡じゃないでしょ。いや、そうか、どうしても帰れないって言うんだな。そうよ、帰れないわ。そうか、子供を捨てるのか。分かった、お前はな、母という名を返上するのもいいだろう。女として自立するのもお前の自由だよ。そうよ。しかしな、俺たち夫婦の愛と今どうなってんだ。お前には夫婦のな、愛というのがないのか。夫婦の愛っていうのはね、言ってみろ。悪いけどあんたの考えるようなもんじゃないのよ。いや、そうにやがって。じゃあ言ってみろ。夫婦っていうのはね、
熱いものを食べるとき、フーフーフいかんぞ。なんであんた人の肉体に触れるの。言ってる意味を茶化すんじゃないよ。真面目な話してるんだから。私だって真面目に考えたわよ。それはウケるかどうかって。あのな、よく聞けよ、冷静に聞けよ。言ってるわよ。世の中でな、世の中でお前ほどのんきな母親はいないぞ。立派な母ってのはのんきなの。なんでだよ。母のんき。なんで私がこうやったらあんた乗ってくれ。おい、熊子。熊。動物園みたいな言い方しないで。お前熊子じゃないか。冗談じゃないよ。お前な、もっと他にな、本当にお前のこの中に入ってるなんかお前の思いがあるだろう。それ今吐き出して。そんな簡単な問題じゃないと思うよ。僕もよく分かった。聞いてあげようじゃないか。君の心の不満を僕は取り除いてあげようじゃないか。言ってみろ。本当に私に本当にその本音を言えっておっしゃるの。ああ言え。じゃあ言うわよ。言ってみろ。何よあんた、私がたった一晩うち開けたぐらいであんなにガガ怒らなくちゃいけないの。お前ね、じゃあ女に自由がないの。ほらほら黙れ。え、違うだろ。妻っつうのはあんたの持ち物。お前な、世間でな、世間をよくもっとよく見てみろよ。一晩どこの家庭がだよ。女房が夜になったらプラ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 遊びに行く家庭があるんだよ。お前プラプラって一晩だけ外泊しただけじゃない。それもね、あなたの知らない人じゃないの。あんたに一番近しくしてる隣のご主人と泊まったどこがいけない。私それがいけないよ。レオナルド・クマは芸人の生き方について次のように語っています。最近女のことでマスコミに追いかけられたけどすごかったぜ。夜打ち朝がけなんて言うけどそれどころの騒ぎじゃなかった。テレビ、新聞、週刊誌、その時俺は、しみじみ、腹の底からスター気分ってものを味わっちゃったけど。しかし、今でもストリップの小屋を回ってる芸人の、惚れた晴れたに、そんなに価値があるのかね。前の女房の席が、まだ入ってることもまた問題らしいけど、もう10年になるんだからな。大体芸人に、世間様並みの道徳を期待されても、そりゃあ酷ってもんだよ。特に俺の場合、現実がコントって主義なんだからな。俺たち芸人が普通の人間だと思い込まれることはとても危険だし、そんなことされたらかえって俺たちは身動きできないわけさ。正しい人間のあり方とか法律がどうのこうのと言ったら、そんなものはもう芸人じゃない。何事も法とか常識で見ないところに住んでるから芸人なんで、それを忘れると、よいしょが過ぎて、今の金ちゃんのアリューみたいな芸になっちゃう。世間を恐れて縮こまって、子守みたいな芸になっちゃう。だからといって、金ちゃんのように、愛は地球を救う。なんて、地球全体の子守になろうなんて大ボラを、マジで吹ける根性のやつもいないしね。普通人と違って、芸人になるとはどういうことなのか、ということがわかってない。いわば、大衆を騙すのさ。今俺、女がいっぱいいてさ、大変。だけど、女を騙せん奴が、どうして大衆を騙せるかって思うわけだ。女の一人や二人、朝飯前。しかし、人を騙すっていうことは、自分を騙すっていうことだからな。芸人の道は何かって言ったら、遊芸の道なんだ。それがまともな夫婦生活をしたり、まともな家庭を持とうとしたりするけど、世の中、そんなに甘くない。芸人は、嫌なこと一つしてないんだもの。好きなことばっかりして生きてんだもの。そんな無節操な奴に、片荷の家庭があったらおかしいよ。だから俺は、弟子のアルバイトを禁止している。だって、芸人が金がなくなったら、どっかの工場へ行って、稼いできて食っちゃったんじゃ、シャレになんない。芸人を本当にやっていたいんだったら、芸人で出世して、うまいものを食えばいいんだ。
よいしょしてごちそうになるのは芸をしたわけだけど、普通の生活して普通のものを買い食いしたいのだったら、芸人辞めて、普通の人でいりゃいいんだ。だから、アルバイトをさせないのが俺の主義。だけど、小遣いがなくなると、ちょっと暇をください、と言っていなくなっちゃう。アルバイトをやってるらしいな。俺も若い頃と違ってパワーがなくなったから、もういいや、と思っちゃう。教えるってことは、押さえつけるってことだから、パワーがいるんだ。今回は、コントレオナルド、蒸発女房をお送りしました。GWNKAI、チャンネル登録、いいねボタンをお願いします。